AWS ブラックベルトオンラインセミナーへようこそ本セッションでは、モダナイゼーションとはと題しまして、ソリューションアーキテクトの倉本からお話しさせていただきます。ブラックベルトオンラインセミナーとは、Amazon Web Service Japan 合同会社が提供するオンラインセミナーシリーズです。内容についての注意点として、 本資料では2023年4月時点のサービス内容及び価格についてご説明しています。最新の情報は AWS 公式ウェブサイトにてご確認ください。改めまして、私、Amazon Web Service Japan 合同会社にて、マイグレーションモダナ ization ソリューションアーキテクトをしております倉本と申します。 マイグレーションやモダナイゼーションに取り組もうとされている様々なお客様のお悩みや課題について一緒に取り組まさせていただいております。これまで SIR にて Java アプリケーションエンジニアとして様々なプロジェクトに参画してきましたのでその知見や経験をお話しできればと考えております。モダナイゼーション入門シリーズは モダナイゼーションについて、初学者向けにステップを踏んで解説するシリーズです。本セッションは、モダナイゼーションとは何かがテーマですが、続編に、モダナイゼーションパスウェイを用意していますので、こちらもぜひご覧ください。また、さらなる続編についても検討中ですので、ぜひご期待ください。本セミナーの対象者は、 システムのモダナイゼーションの理解を深めたい方やシステムのモダナイゼーションにどのような観点で取り組めばよいのか悩まれている方を想定しています。そのような方にモダナイゼーションの考え方やモダナイゼーションを推進する際の軸について理解を深めていただき何かヒントを持ち帰っていただけたらと考えております。アジェンダはこちらの通りです。 最初に、モダナイゼーションとは何かについてお話しし、言葉や背景の認識を合わせます。その後、モダナイゼーションの3つの柱として、モダナイゼーションを推進する際の軸をお話しします。最後にまとめを行い終了となります。それでは最初に、モダナイゼーションとは何か、言葉の定義から見ていきましょう。 いきなりで恐縮ですが、皆様はモダンアプリケーションという言葉をお聞きになったことはありますか ?AWS よりこちらのページを公開しておりまして、モダンアプリケーションは最新のテクノロジー、アーキテクチャ、ソフトウェア配信プラクティス、運用プロセスを組み合わせたアプリケーションですと定義しています。皆様のイメージに合うでしょうか そこまで極端にずれていないのではないかと思います。本セミナーに参加されている皆様は、モダナイゼーションに関心をお持ちだと思います。また同時に、マイグレーションも検討しているかもしれません。同時に語られることが多いこの2つの言葉ですけれども、おそらく人により異なる定義になるのではないかと思います。 ですので、この2つの言葉の認識を合わせておきましょう。まず、マイグレーションです。こちらは移行ですので、今あるアプリケーションを別のところに動かすことを意味します。オンプレミスからクラウド、またはクラウド間でのシステム移行を指します。次に、モダナイゼーションですが、こちらはいかがでしょう コンテナ、サーバーレスのような技術を思い浮かべた方や、マイクロサービスのようなアーキテクチャを思い浮かべた方、クラウドサービスを思い浮かべた方もいらっしゃるかもしれませんね。モダナイゼーションは、今あるアプリケーションを新しい状態にする。先ほどのモダンアプリケーションの状態に持っていくということになります。 なので、先ほど述べたキーワードは、これから取り組むならばどれもモダナイゼーションです。マイグレーションもモダナイゼーションも、システムを今の状態から考えた相対的な言葉です。モダナイゼーションの方法の一つがマイグレーションであるとも言えます。肝になるのは、今の状態から何を目指して、どのように変えていくのかとなります。 また、マイグレーションとモダナイゼーションは、単体でももちろん効果がありますが、組み合わせることで相乗効果が発揮できます。現状のアプリケーションを、そのままクラウドに移行することを考えてみます。これは、一般的にリフトシフト、またはリホストと呼びます。リホストを行うと、自社でインフラ管理をするよりも、リードタイムや TCO、 セキュリティ等様々な恩恵を受けやすいと思います。一方で、アプリケーションやプロセスに何かしらの課題を持っている方は、リフトシフトでは解決しないので、アプリケーション自体や開発プロセス、運用プロセス、これらを改善していく必要が生じるでしょう。ですが、アプリケーションのアーキテクチャを変更しようとすると、柔軟性に欠けるインフラ環境では、 耐えきれないということもあるのではないでしょうか。よって、クラウド環境のように柔軟なインフラ環境のもとでアプリケーションを変えていく。この図の右上に移っていく。これが良いのではないかと言えます。一度クラウドに持っていってからアプリケーションを変えていく2ステップの戦略。先にアプリケーションを変えた後、クラウドに移っていく2ステップの戦略。 一気にクラウドに持っていきつつアプリケーションも変えるというワンステップの戦略、いずれもあり得ると思います。目的に応じてマイグレーションとモダナイゼーションの組み合わせ方をご検討いただければと思いますが、さて、皆様は目的は明文化できているでしょうか目的。言い換えるとモダナイゼーションの必要性とも言えるかもしれません。 もちろん人によって様々だとは思いますが、ここ10年を思い返すと何かしらヒントがあるのではないかなと思います。まず挙げられるのはユーザーの多様化でしょうか。ご老人から小さなお子様までシステムを利用するユーザーはどんどん範囲を拡大していきました。これを後押ししたのはスマートフォンやタブレットの登場ですが、他にも IoT をはじめ、 システムにアクセスするものは多様化していっています。社会や皆様を取り巻く環境の変化も激しく、かつ事前に予測できないサービスやプロダクトは毎年のように登場しています。皆様がこれまで培ってきたサービス、プロダクトを維持・発展させて、今よりもさらに魅力的なサービスを提供する必要性に迫られた結果、 モダナイゼーションを検討するに至ったのではないかなと思います。なお、この状況は日本特有のものではなく世界的な流れです。あるレポートを簡単にご紹介したいと思います。グローバルの様々な企業の CEO が優先事項として考えていることのトップ3は収益の加速、市場投入速度の向上、コスト削減とのことです。 そしてそれは単にクラウドを使うだけ、すなわちリフォストするだけでは達成できないと考えているそうです。これに応えるために、グローバル企業の CIO はモダナイゼーションを必要と考えているそうです。その理由として、市場投入速度、サービスの品質の信頼性、費用対効果を上げているとのことです。 つまり先ほどご説明したマイグレーションとモダナイゼーションを組み合わせるということを多くの人が考えているということになります。このような背景によってまさにモダナイゼーションに取り組もうとされている方もいらっしゃるかと思いますがその際にこのような考え方をしてはいないでしょうか。いろいろと古くなってきたから丸ごと最新技術で作り変えよう。この際だから全部きれいにしたいな。 ついこのように考えてしまいがちですが、先ほどもお伝えした通り、アプリケーションを取り巻く状況は日々変化しています。ですので、何年もかけて行う大規模刷新ではなく、変化に柔軟な対応ができるようにやり方を変えていく必要性が出てきているのではないかと思います。すなわち、モダナイゼーションとは、個別技術要素のことではなく、 企業や組織が社会の変化に合わせて素早く価値を提供し続けるために組織やシステムを常に新しくしていくことと言えるでしょう。より端的にビジネスアジリティを最大化するとも言えるかもしれません。では、どのような観点により実現していくのか、次のセクションから見ていきましょう。ここからは、 モダナイゼーションの3つの柱と題し、モダナイゼーションを進める上での観点をご紹介します。最初に3つの柱とは何かですが、people、process、technology の3つです。この順番には意味があり、左にあるほど重要だと考えています。これからそれぞれの柱についてご説明しますが、 いずれもすべて行うのではなく、主査・選択することが大事だと考えています。それでは、一つ目の people からです。people、すなわち、人や組織の面で従来から変える必要があることは何があるでしょうかもちろん、様々な意見があると思いますが、 ここでは私自身よく伺うものを挙げたいと思います。チームや組織の間で調整事が多い。変化を避けたがる社員が多い。新しい技術やプラクティスに関するスキルやノウハウがない。ということはよく伺うのですが、皆様も心当たりがあるでしょうかこれらが足枷になっているのだとしたら、どのように解決すればよいでしょう 一案として、組織間の待ちを減らす、トライアンドエラーを許容するということが有用なのではないかと考えます。組織間の待ちを減らすとはどういうことかですが、皆様はおそらくシステム開発に携わっている中で、様々なチームや組織と連携して進めていると思います。その際、各チームに依頼をして完了を待っていませんか こちらの絵のように思った以上に様々な場面で街が発生しているというケースがあります。どうにかして街を減らすことはできないでしょうか一つのやり方はクロスファンクショナルなチームに構成してチームの中で解決できる範囲を増やすというやり方があります。どのような場合でもこのようなチーム構成にできるわけではないと思いますけれども ちを減らすためのヒントにはなるかと思います。なお、Amazon ではこのようなチーム構成に名前がついており、2ピッツァチームと呼んでいます。5から10名のチームメンバー各々が自律的に動き、要件定義、設計、製造、試験、運用というサービスの全責任を一つのチームが担うことで各チームのスピードを最大化しています。 またチーム体制が変わったところであらゆる場面で慎重にことを進めるとスピードが出ません。特にこれまでインフラの運用に関わっていた方はハードウェア選定等は慎重に進めていたのではないかと思います。クラウド環境では IT リソースをすぐに調達可能ですのですぐに試して起動修正ができるという強みがあります。 アプリケーション開発の様々な場面でトライエラーを行える局面を増やすことで心理的な障壁を排除しスキルや経験を得やすくなるのではないかと思います。Amazon では意思決定の考え方に 2-way ドアというものがあります。1-way ドアは一度決めると後戻りができない。2-way ドアは 決めた後で修正取り消しができるというものです。できる限り 2way ドアになるように組織文化を醸成していくことも大事と言えます。ここまでの要素を取り込んでいくと複数の小規模チームごとに独立して作業を行える状態になり、すなわちマイクロサービスとなります。マイクロサービスは IT 技術や アーキテクチャーとして扱われることもありますが、組織論として捉えると適切に扱うことができます。これはまさにコンウェイの法則です。システムを設計するあらゆる組織は、組織のコミュニケーション構造をコピーした構造を持つ設計を生み出すということです。組織のコミュニケーションによってマチが発生し、 それが全体のスピードを落とす要因になってしまうのなら、組織構造を変えることで対応しましょうとなります。この対応の考え方を逆婚営戦略と呼びます。ここからは二つ目のプロセスです。プロセス面で従来から変える必要があることは何があるでしょうか 一例として、社内規定や開発標準が重厚ちょ承認プロセスが多い、手作業が多い、といったことはよく伺いますが、皆様も心当たりがありますでしょうかこれらが足枷せになっているとしたら、どのように解決すればよいでしょう一案として、開発工程の無駄を削減する、すべてを自動化する、 という方法は考えられるでしょうか。無駄を削減とは言うものの、そう簡単にできるものではないですよね。ただし、どこがボトルネックになっているか把握できていますかと問われると、答えに窮する方もいらっしゃるかもしれませんね。もし先ほどお話ししたような組織の体制や、この後お話しする要素技術、 これらをいくら変更しても、開発プロセス全体でボトルネックがあるとスピードは上がりません。そこで、プロセス全体の各工程で、どこに時間がかかっているのかを整理する。これはとても有用なことだと考えています。ここでは参考までに、バリューストリームマッピングの例を示しています。定量的にボトルネックを見つけ、排除、または、 全自動化を検討してみてはいかがでしょうか。その自動化の一例として、こちらのような CICD 環境を整備するということが考えられます。開発プロセスを回す上で、何度も行われるテストデプロイの手間を最小限に抑えることで、人手を排除し、ボトルネックになりにくい仕組みを作るということです。 もちろん CICD だけが自動化の対象ではありません。環境構築のために、例えばインフラストラクチャーアズコード、IAC によって環境を複製しやすくする。運用監視のためにログやメトリクスを集約し簡単にアクセスできるようにする。定期メンテナンスをしやすくするためや、セキュリティを担保しやすくするためにサービスを導入する。 などなど他にもあるかもしれません。最後に3つ目のテクノロジーです。テクノロジー面で従来から変える必要があることは何があるでしょうか一例として、アーキテクチャーや要素技術が古すぎて手間がかかる。小さな改修にもかかわらず作業が多い。 IT リソースの空きが多く、無駄が生じている。運用作業の負担が大きい。といったことが考えられるでしょうか。これらについては、インフラの調達や保守運用の手間を削減という考え方に基づいて、いかに競争力の源泉であるビジネスロジックに注力するかを考えると良いです。 インフラ面では、一言で言うと、差別化につながらない重労働。AWS では、アンディファレンティエイテッドヘビーリフティングと呼ぶのですが、作業をサービス側に任せていくことを検討してください。すなわち、仮想マシンから、マネージドサービスやサーバーレスに寄せていくと言えます。こちらの図のように、コンピュート、データベース、 ストレージ、メッセージングなどといったシステムの構成要素ごとにレベル感があると思います。一列にサーバーレスにする必要はありません。例えば、データベースだけマネージドサービスを活用し、それ以外は EC 通常に構築するという方法もあります。もちろんすべてをサーバーレスである右側に寄せていくのも可能です。 現状の課題に対し、どこまで右に寄せると適切か、どこまでやると過剰なのか、これを見極める必要があります。アプリケーション面、ビジネスロジックについては、いかに少ない量で実現するか、かつ、いかに手を入れやすくするか、これが大事になると思います。従来は、自前でビジネスロジック中に実装していた処理も、 フレームワークやライブラリーを新しくすることで不要になるかもしれませんね。また、現状のシステムが大きすぎるならば、サービス分割を進めていくことで手を入れやすくなるかもしれません。こちらもやはりバランスが重要です。例えば、現状のノウハウを捨てて新しいプログラミング言語にする。非常に細かいサービスに分割するといったことは、 本当に妥当なのか、今一度ご検討いただければと思います。では、本セッションのまとめに入ります。モダナイゼーションとは、個別技術要素のことではありません。企業や組織が社会の変化に合わせて、素早く価値を提供し続けるために、組織やシステムを常に新しくしていくということです。 そのためには人、プロセス、技術の3つを軸に組み合わせて推進すると良いと考えています。選択肢にはクラウド利活用や最新技術の導入といった IT 技術の要素も含まれますが、それ以外にも人や組織及びプロセスといった非技術の要素も大きく関わっているのだということが 重要なポイントです本資料に関するお問い合わせやご感想については本スライドをご確認くださいその他のコンテンツとしてイベントスケジュールやハンズオンコンテンツ AWS 個別相談会に関するご紹介です詳しくはリンク先のページをご確認ください 以上になります。ご清聴ありがとうございました。